お前らに伝えたいことがある。でも俺は真面目な話が苦手だから手紙にさせてもらいました。ちょっと読んでいい？新入生の皆さん、今日皆さんは大きな夢と希望を胸にこの会場に来られたと思います。しかし世の中いいことばかりじゃありません。かくいう私もトルコで全裸になって捕まったり、新宿で下半身を出して捕まったり、嫌いな芸人ランキングは9年連続1位、抱かれたくない男ランキングも不動の1位でした。最近では大好きだった佐山愛ちゃんに振られてしまいました。もうどうしようもない人生です。でもそんなことがあったからこそ好きな YouTuber ランキングで2年連続の1位を取ることができたんだと思ってます。かなり遠回りをしましたが、何が言いたいかというと、何があっても諦めるなということです。夢を追いかけていたら必ず壁にぶち当たります。うまくいかなくて悔しい思いをしたり、恥ずかしい思いをしたり、どうしていいかわからなくなったり、でもそれは当たり前です。だってお前らが追いかけてるのは夢なんだから。簡単に手に入らないから夢なんです。それに打ち勝って掴むのが夢なんです。やりたいと思わないならやらなくていい。でもやりたいと思ったら諦めずにやってください。真剣にやってみてください。俺はどんな仕事でも真剣です。お尻から粉を出す、これ普通だったらただの変態です。でもなりふり構わず真剣にやっていると誰かが笑ってくれる。真剣にやるのは若い君たちにとって恥ずかしいことかもしれません。バカにしてくるやつもいます。でも99人がバカにしても1人が応援してくれたらそれでいいじゃねえか。よっしゃチョコタン、はい、チョコタン、お疲れ、ありがとう。お疲れ様でした。いや
プレッシャーあったと思うんだけど。いやー、江頭さんマジでかっこよかったです。そう言うなよ、俺お笑いだからまあいいかと思って、もう手紙の時、これでなんか少しでも感じればって、何を俺言ってんだろう。何始めたこと言ってんだろう。それしかないと思って、手紙が思ったより長かったんで、多分予定時間大幅にオーバーしてると思います。